今日は平安時代に始まる二大宗派、天台宗と真言宗のうちの天台宗を中心にお話しさせていただきます。まずはテキスト、広沢高之監修の日本の仏教教教を読んでみたいと思います。ご用意ください。64ページです。よろしいでしょうか。天台宗、鎌倉仏教の母体となった四種相乗の総合仏教。ご存知のように天台宗は、その後の鎌倉時代に生まれた多くの宗派、私たちにもおなじみのある浄土宗、浄土真宗、曹洞宗、日蓮宗などの多くの宗派の母体になっている。それらの多くの宗派が天台宗から出てきたという意味でも大変重要な宗派です。まずはその天台宗を開いた最澄のことから始めたいと思います。読んでまいりましょう。仏教界に新たな息吹を吹き込んだ改革者。785年19歳の時に東大寺会談院で具足戒を受けた最澄は比叡山に入って山岳修行に専念する。十数年の思索と修行の中で鑑真のもたらした典籍の中に含まれていた天台大師一義の著作に接して天台法華の経学に傾倒していった。そして36歳の時、高尾山寺、後の神護寺で開かれた講演で天台の教えを説いたのが起源となって、密陶弦楽章、宗教事情の視察を兼ねた短期の留学生に選ばれる。出発は804年の遣唐使派遣の時だった。共に旅立った7歳年下の空海が当時無名の僧だったのに対して、最澄はすでに桓武天皇の使いを担う著名な高僧だった。東映は4席で出版したが、2席は途中で行方不明になり、薬王僧義信、後の初代天台座主を伴った最澄らの船は明州に、空海らの船は福州にそれぞれ着いた。最澄は天台山に登り、大衆、現在の林南で高僧から天台の布法や大乗会を受けた。布法というのは教えを師匠が弟子に伝えることですね。天台山で天台の布法や大乗会を受けた。また教学関係、天台教学関係の多くの書物を禅の教えも受けた。翌年には越州に赴き、約1ヶ月密教を学んで明州に戻った。こうした最澄は在当わずか9ヶ月の間にさまざまな法門を伝授されたのである。帰国後、日本仏教界における最澄の存在は以前にも増して大きなものになった。当時は桓武天皇が病気だったこともあって、朝廷は密教を重んじていたが、天台教学の普及にも力が入れられた。806年には年分度者、朝廷により年間で決められた出家者のこと、2名が認められ、最澄による日本の天台宗が開かれた。やがて最澄は真に大乗仏教を定着させるため、東大寺会談院で受戒した小乗仏教の具足戒を小乗戒として記者捨てて、大乗戒による独立会談、大乗戒による独立会談の設置を決意した。これまでのところ特に難しいところはないと思いますけれども、平安仏教を彩るのはこの天台宗と真言宗でして、
で、そのそれぞれの創始者である最澄と空海はお互いに関わったり離れたりしながらそれぞれの仏教を発展させましたの で、 でこの2人を対比させることでそれぞれの仏教の特質がよくわかるというところがあります。でそこで、しばらくテキストから離れてこの2人の関わりで、天台宗の成り立ちを見ていきたいと思います。レジュメの方をご覧いただきたいのですが、延暦23年、西暦で言いますと804年の7月6日、第16次遣唐使、藤原の門野丸率いる一行が4隻の船に分乗して現長崎県の肥前の国田野浦を出航しました。くしくもこの同じ一行に後の日本の仏教界を背負うことになる最澄と空海が船をことにしながらも加わって唐を目指していたのです。第二船に乗った最澄はこの時38歳、すでに南都仏教、それまでに権威とされてきた6つの宗派の大化を向こうに回して天台の立場を主張する新しい仏教者として注目されておりまして、この度の密統も天台教学交流のため桓武天皇の命を受け弦楽省として向かったもので、1年の滞在が予定されていました。一方第一線に乗った空海はこの時31歳、これまでの経歴もほとんど不明で20年唐に滞在予定の留学生としてでしたが、留学生を許可されたいきさつについても明らかではありません。ちなみに弦楽省は国外派遣の短期留学生で視察が主で、それに対して留学省は私費で、しかも20年以上の滞在が必要、20年以上滞在して学んでくることが義務付けられていました。ですから同じ留学生とは言っても弦楽省と留学省では身分や待遇が全く違うんですね。当時唐に渡るのはまさに命がけです。一行は途中暴風雨にあってちりぢりになり、無事に目的地の名所に着いたのは最澄が乗っていた第二船のみ。空海の乗っていた第一船は唐とはいえはるか南に流されて福州に漂着、第三船は九州に戻り、第四船は行方不明のままとなりました。まあ、こうして偶然にも結び合うことになった2人ですが、まずそれぞれの前半生を振り返っておきたいと思います。で最澄は近江の国滋賀の郡、現在の滋賀県の出身で、父は三つの帯と桃江と言いまして渡来人の家系とされています。14歳で近江国分寺のトップであった行表を師として出家得度します。19歳の時東大寺で受戒、ところがその年突如比叡山にこもってしまいます。でこの時最澄が表した願文には比叡山にこもる決意を述べた文章には厳しい無常観と自分を愚の中の国愚、愚か者の中でも最も愚かなものとする反省、そして六根清浄という境地で、これはですね、法華経の教えを守り、厳に微絶身にですね、目耳鼻舌、身体感覚そして意識の6つの感覚器官が清らかとなることでして、未だ悟りに至っていない凡夫としては最高の境地、最高の段階とされますけれども、その六根清浄の境地に到達しなければ決して山を下りないという強い決意が示されています。実際にですね、
その後31歳で内宮という天皇のそば近くで読経や祈祷を務める役に任じられるまでの12年間のことは全く不明でして、山岳での修行と学問に励んでいたことと思われます。しかし内宮に任じられてからは仏教界の重鎮に法華経や天台経学の講義をするなど華々しい活動をしていまして、その過程で実際に唐に渡ってさらに天台を学ぼうと志したのですね。ちょっと前後しますけれども、天台経学とか天台宗というのは、これは中国で隋の時代6世紀に智利という僧がいわゆる教僧判若、多くの経典を比較研究して最も価値ある経典と考えた法華経を中心に組み立てた仏教の一つの大系流派です。で、智利はその活動を浙江省の天台山で行ったことから、その経学や宗派を天台経学、天台宗というふうに呼ぶんですね。最澄はその天台経学を自分の拠り所とし、桓武天皇の応援もあって天台経学を一層深く学ぼうと東部を目指したのです。一方空海は讃岐の国多度の降臨、現在の香川県善通寺市で生まれまして、父は佐伯の与えた義務という地方豪族で、母の方は後氏と呼ばれる渡来人とも言われますけれども、代々学問を持って朝廷に伝えてきた名門の出身です。で、15歳で母方の叔父について儒学の学問を始め、18歳で都の大学に入りましたが、たまたま一人の左門出家修行者に出会って、国蔵愚文寿法という仏教の一つの行法を伝えられますと、それをきっかけに仏教に転じてしまい、以後四国の大漁岳や室戸崎で修行に励んだと言われます。ですから空海は最澄とは違い、少なくとも最初の段階では正式の得度受戒を経ておらず、指導僧としていわば異端的な山林修行をしていたものと考えられます。しかし語学と文筆の力には天才的なものがあったようでして、船が福州に漂着すると無名の空海が大使の藤原角丸に代わって中国の役人に入国の許可を求める手紙を書いています。さてでは日東後の両者はどうしたかといいますと、最澄は主に天台山で教えを受け、また多くの仏典を収集して1年後に帰国します。帰国の翌年延暦25年806年には他のなんと6州と並んで天台宗にも2人ずつの念分度者が認められます。念分度者については前回ご説明しましたが、正式な僧侶としての念分度者が認められたということは、最澄の天台宗が国から正式に認められたということですね。で、一方空海は長安に入って当時密教の中心であった清流寺の栄華に見込まれまして、当時の最新の仏教であった密教の伝授を受けて2年後に帰国します。20年以上滞在してくるのが義務なのに2年で帰ってきてしまったためにですね、都に入ることは許されず太宰府に留め置かれるのですけれども、持ち帰ったさまざまな密教経典や密教経部、その他さまざまなその貴重な文物の目録、御将来目録と言いますが、それを朝廷に届け、でその功あってか
3年後に京に入ることは許されます。で、まあ、これには最澄の取りなしが大きかったとも言われています。レジュメは、日東後の最澄と空海の最澄のところと空海のところを見比べながら聞いていただきたいのですが、最澄は桓武天皇の覚えめでたく比叡山を総本山として天台宗を開き、年分土社も認められる地位についたのですが、しかし当時の朝廷や貴族から最澄に求められたことは実は密教的な充実の力だったのです。最澄は唐で天台教学については完全に収めてきたのですが、密教については学んだ期間も短く、不十分なことを自分でも分かっていました。で、そこで年下の空海に字を低くして教えを請うことをいたします。最澄は空海から勧情を受け、勧情というのは師匠の僧が弟子の頭に少量の水を注いで法を伝えたことを表す密教独特の儀式でして、これはもともとはそのインドで国王の即位式の時に行われたことですが、それを受け弟子最澄と署名して多くの密教経典を空海から借り受けています。こうして数年にわたって最澄と空海の交流は続きますが、しかしその交流は仏教界の第一人者として相応の地位と名声を得ながら、ところが自分の持つ知識はすでに時代に遅れつつあることに焦りを覚える最澄と、最新の知識を誇り野心に満ちた年下の空海との間のことですから、内心に互いの思惑や屈折を秘めた交際であったことだろうと思われます。最澄の最大の庇護者桓武天皇は最澄が唐から戻った翌年には亡くなってしまい、短い平定天皇の治世を経て3年後に即位した次の嵯峨天皇は空海と親しくなっていきます。両者の立場や置かれた状況はあまりに対照的でして、そのような交流は長く続くはずもありません。空海に預けて学ばせた最澄の弟子が空海のもとに走ったり、あるいは書物理修釈経という書物ですが、その対応を最澄が求めたのを空海が断ったりしたこともきっかけになったと言われますが、二人は関係を断ちます。その年二人の力関係を象徴するかのように、その年空海は高野山を朝廷から賜り密教発展の礎を築くのです。関係断絶の後の二人が歩んだ道もまた対照的です。空海は南都の旧仏教勢力とも友好的な環境を保ちながら、さらに当時教皇護国寺を朝廷から与えられたり、宮廷に真言院を設けたりと力を広げる。で、その空海に対して一方の最澄は二つの論争に晩年の勢力を使い果たすことになります。論争の一つは、前にも触れたことですが、当時行われていた私分律に基づく250項目の具足戒図の自戒に対して最澄が主張した梵網経に基づく十住四十八教会の大乗会による新しい自戒の制度を比叡山に設けるという運動と、そのための論争です。もう一度言いますと、論争の一つは当時行われていた私分律に基づく250項目の具足戒での自戒、これが当時行われていたわけですけれども、それに対して最澄が主張したのは梵網経に基づく
十十四十八教会の大乗会による新しい受会の制度ですが、これを比叡山に設けるというための運動と論争ですね。でもう一つは、会津に住む発想宗の僧徳一との教理をめぐる論争です。でこれについてはこの後お話ししますが、これらの論争で満身創痍とも言うべき状態で最澄が亡くなった7日目にようやく比叡山に最澄が主張していた新しい大乗会の会談の設立が許可されることになるのです。懐の広い立場に立って時には妥協も辞さない空海と、純粋さを求めて論争に突き進む最澄とのその相違が、平安時代に真言宗と天台宗という2つの異なるタイプの仏教思想を展開させることに なりました。最澄がたどった軌跡は、申し上げましたように決して平坦なものではなかったのですけれども、すべての局面で、すべての問題に愚道者として、仏の道を極めようとする者として、自分の信念を貫いて、真摯に理想主義的に取り組んだ最澄のその姿勢が、その後の日本の天台宗の学風や宗教的風土を作り、でその風土があればこそ、そこからその後浄土宗を開いた法然、浄土真宗を開いた親鸞、曹洞宗を開いた道元、日蓮宗を開いた日蓮など、鎌倉時代に新たな宗派を開いた、信念にあふれた個性的な層を多く生み出すことができたのですね。同時代の空海と対しながら、天台宗の開祖最澄の人生をざっと見てきました。テキストに戻りましょう。66ページの中ほどです。円海禅密の融合仏教。最澄の開いた日本の天台宗は円海禅密が統合された四種相乗の教えとされている。四種相乗というのは四種類の教えを受け継ぎ伝えるという意味ですね。一番目の円は円義を指す円満完全な教えという意味で、法華経のみが完全な教えを説くとする天台本来の教えである。そもそも天台宗の見る真実の姿は円遊三体という言葉で表される。つまりあらゆる物事の本質は空である。空体、空であることさえも仮に説かれたに過ぎない。化体、空でありながら同時に気であることを中の存在という中体で、この三体が互いに完全に融合変遊し一つになるところに真実の姿があると説くのである。二番目の戒は戒律で独自の大乗戒を指す。最澄は天台山で菩薩戒を受け、ここが大事ですね。最澄は天台山でこの大乗の会である菩薩会を受け、帰国後は南都の諸大寺と論争を戦わせ大乗独自の戒律に従うべきだと主張した。3番目の禅は座禅の行法である。最澄は出家得度の師行経から日東以前に禅の教えを受け、当の天台山でも五図宗という別の一派の禅を学んでいる。4番目の密は密教である。空海の極めた本格的な密教と比べると最澄がもたらした密教は不十分なものだったが、円爾以降の弟子たちによって天台密教が大成された。
少し補足説明をいたします。レジュメは、天台宗の教理というところです。最長に始まる日本の天台宗では円海全密の4つが総合されていると言われます。円は円業、円満すなわち完全な教えという意味で、本来の天台の教学を指します。海は戒律、ただし独自の大乗会のお立場です。で、禅は禅の行法、密は密教ですね。で、さらに加えて後には弟子の円仁が浄土念仏をもたらしまして、比叡山はさまざまな行を合わせ行う一大仏教センターになっていきます。ですから、そこからその一つを取って発展させて、それぞれ異なる傾向を持つ鎌倉仏教を開いた祖師たちがそこから育っていったのですね。円教と呼ばれる天台教学は言うまでもなく隋の智が確立したものでして、法華経の教理を中心に止観という実践を組み込んだものです。で、この止観というのは、これは心の動揺を止めて心を本来の静寂な状態に安定させることが止で、止によって安定した心が知恵として活動する。で、安定して知恵となった心で社会の真実を観察するのが観です。もう一度言いますと、心の動揺を止めて心を本来の静寂な状態に安定させることが止で、止によって安定した心が知恵として活動する。安定して知恵となった心で世界の真実を観察するのが観です。で、智はこの止観を戒を保ち禅定瞑想によって次第に深い境地に入っていくという段階を追って収めていく禅智止観、修行者の性格能力に応じて順序を定めず臨機応変に臨機応変に収める浮上止観、段階を追わずに一挙に全てを収める円頓止観に分けて、複雑で綿密な修行の体系を作り出しています。まあ、ご存じのように仏教では修行を異行と難行、優しい行と難しい行に分けるとか、今申し上げたようなこの段階を追って修行して悟りに至る行とか、そういう段階を踏まずに一挙にスピリットを悟る行とかいうふうに、その修行の形を分類しランク付けするということがよくあります。こういう仏教での考え方にも慣れておいてくださるといいと思います。では止観によって何をどのように観察するのかということですが、その基本になるのがテキストにも出ていた三体、三つの真理を見る三つの見方、三眼です。これをご説明しますと、テキストの説明とちょっと違うんですけれども、三眼とはレジュメに書いておきましたが、1ページ目の下から6行目あたりからですが、三眼とは重下日空眼、重空日華眼、中道第一義体眼の3つの眼法、物の見方でして、で、これはですね、私たちが普通考えるような常識的視力分別によって真実とされるものは仏教の真実からすると仮なものであるという観念を出発点としまして、もう一度言いますと、私たちが普通考えるような常識的視力分別によって真実とされるものは仏教の真実からすると仮なものであるという観念を出発点としまして、その仮のもの、すなわち
私たちの周りにあるすべての物事は空であると見る。これを空体、空である真理と言いますが、それを観察するのが空眼、十下肉空眼です。で、次に、ですから全ての物事は本質的には実体のない空ですが、でそれらは演技によって仮に存在している。さまざまな原因や条件が一時組み合わさって仮に存在している。でその現実に目を向ける。でこれを気体、物事が仮に存在している真理と言いまして、この真理を観察するのが気眼、十宮二気眼です。でさらにその、空眼と気眼を主要統一して両者は不二一つである、同じことであると見る。すなわち中体を見るのが中眼、中道第一義体眼の、頭と末尾の字を取った中眼です。でこの三眼、空下中の三眼を基準に智義は複雑な天台教学の体系を作り上げたのです。少々難しいですけれども、そういう複雑で体系的な哲学、世界観が天台宗にはある、仏教の根底にはあるということをご理解いただきたいのですが、まあ、この天台経学はしかし次第に廃れ、唐に入って丹念という層によって一旦復興をされますけれども、やはり衰退の道をたどります。そして中国では廃れつつあった天台経学を最澄は唐で受け継ぎ、日本で見事に定着させた。これが日本の天台宗の中心になる圓教です。法華経を中心に士官という業法を組み合わせたものですね。日本の天台宗を構成する、4つの要素の、次は戒です。最澄が主張したのは、独自の大乗戒ですが、これについては後ほど触れることにいたしましょう。で次は禅です。最澄の出家得度の師行表は北州禅の僧で、この師匠から最澄は禅の師を受けていますが、唐では天台山で五図宗というまた別な一派の禅の教えを受けています。五図宗は徹底した無心の立場を主張するのが特徴です。でそしてもう一つの密教ですが、密教については先ほどもお話ししましたが、最澄が密教を学んだのはすでに天台山を降りて帰国を待つ合間の慌ただしい時でして、この密教に関する知識や伝授の不完全さが後の最澄の弱みになりまして、そのため年も位も下の空海に弟子として教えを請うたり、言っては延寧以降の天台宗がもっぱら密教に力を入れることにもなりました。最澄自身の考えからすれば、密教は付け足してあって、あくまで中心は天台遠行であったはずなのですが、帰国後の日本で求められていたものは何より密教的な呪術の能力でして、その食い違いが最澄にとっては不幸なことであったのですね。ではテキストに戻りましょう。68ページです。発想宗の僧独立との論争。空海が体得してきた本格的な密教の豊かさを知った最澄は字を低くして空海に教えを請い、金剛大蔵了解の勘定
密教を伝承するための儀式を受ける。しかし利修釈教の釈用の申し出を空海が拒絶したことや、弟子の大半が空海の下で密教を学んだ後最澄のもとに戻らなかったことなどから宗教間の違いが露呈。その結果二人の関係は急速に悪化し断絶に至る。この辺はすでにお話したところですね。また最澄の晩年には旧仏教最大の論客である法相宗の徳一との間で三一言実論争と呼ばれる教理上の論争が起こった。論争は東大教天台教学全般に及んだが、その中心は法華経の解釈をめぐる問題だった。大乗仏教、大乗は大きく優れた乗り物の意は出家修行者だけが悟りに達すると説く従来の部派仏教を小乗、小さく劣った乗り物と下げすぎ、大乗の修行者である菩薩に対して小乗の修行者を正門円覚、個人的な下達のみを求めるものと呼んだ。ちょっと補足しますと、正門円覚菩薩というのは、皆さんよく聞かれる言葉だと思いますけれども、正門というのは、文字通り、仏の声教えを聞いて修行するものという意味で、仏の声教えを聞いて修行するものをですから、本来はすなわち仏教徒のことを言うわけですが、後の大乗の時代になりますと、大乗優位の観点から釈迦の教え、つまり大乗以前の釈迦が世にあって教えを説いていた頃の原始仏教や部派仏教の教えを信奉するもの、イコール自己の悟りのみに専念し利他他人を救おうとの志を書いた出家修行者というですね、ネガティブな意味合いで捉えられるようになりました。で、円覚はこれも文字通りですね、さまざまな縁から、師匠なしに自ら悟りを開いたものの意味で、独覚とも言いますが、でこれも、大乗の立場からは、独善的な自己中心的なものと考えられ、正門とともに、自己の悟りのみに専念し利他の行いを書いた修行者と、ネガティブに捉えられました。そして大乗では衆生を救うことを目指して修行する菩薩をこそ大乗仏教が目指すものとするんですね。そこでテキストに戻ります。ところが法華経では大乗の立場に立ちながら両者を使用する立場を提起しようとしている。両者というのは大乗と小乗ですね。言い換えれば正門円覚の立場と菩薩の立場です。法華経はそれらを使用する立場を提起しようとしているんですね。でそれはすなわち三乗、正門乗、円覚乗、菩薩乗は仏が衆生の能力に合わせて仮に説いた教え法弁であり、最終的にはどれもが仏の教えとして一つ一乗であると説く。少し説明しますと、列目は徳一との論争の天台宗最澄のところですけれども、この三乗は一乗というのは、仏はですね、正門の修行がふさわしい者には正門の教えを、円覚の修行がふさわしい者には円覚の教えを、菩薩の修行がふさわしい者には菩薩の教えを、それぞれの性質能力に合わせて方便手段として説いたのであって、この3つの教え三乗のどの教えも実は仏になる一つの教え一乗なのだということですね。ちょっとややこしいですからもう一度申しますと、仏は
声聞の修行がふさわしい者には声聞の教えを、円楽の修行がふさわしい者には円楽の教えを、菩薩の修行がふさわしい者には菩薩の教えを、それぞれの性質能力に合わせて方便手段として説いたのであって、この三つの教え、三条のどの教えも実は仏になる一つの教え、一条なのだということですね。でこれが、法華経が説き、天台宗の立場として最澄が主張する三条方便一条真実のお考えです。ここまでちょっとテキストに戻ります。一方、法華宗は誰にでも悟りを開き仏となる素質仏性があるという立場、質仏性を批判し、三条のいずれを修行するかなど人には能力の違いが先天的にあると説く。つまり一条こそ方便であり、三条は真実ということになる。こちらはですね、三つの教えとも仏になれる三条一条というのこそ修行者をたぶらかすといいますか、そう思い込ませる手段方便であって、人には生まれつきの能力というものがあって、菩薩から仏になれる人はそうなれるけれども、声聞や円楽の能力しかないものはいくら修行しても声聞や円楽のままで仏になどなれはしないとなんですね。でこれが徳一が主張する法華宗の一条方便三条真実の教えです、立場です。ちょっとテキスト先に進みましょう。最澄の立場は、すべての人には平等に仏の救いの力は及んでいるという、宗教的理想主義、平等主義であるのに対して、特異の立場は、能力の違いによって仏に近づく可能性に違いがあるという、厳しい現実を直視するものである。この論争は後世まで続くことになるが、当時は最澄の主張した一条の教えが日本仏教の主流であった。飛鳥時代の聖徳太子、平安時代の真言宗、天台宗、そして鎌倉時代に起こった諸宗もこの一条思想に立っているということです。繰り返しになりますけども、かなりややこしいところなんで少し ご説明をしておきます。前にも申し上げましたように、最澄の晩年は2つの論争に明け暮れることになります。でその一つは、法華宗の特異との教理上の論争で、三条一条論争とか、仏性論争などと呼ばれています。会津に住む徳一は、その経歴などは全く不明ですが、大層な学識を持っていまして、空海をも批判するなど、当時の旧仏教側の最大の論客でした。で最澄と徳一の論争は、最澄が亡くなるまでの5年余りにわたって続きまして、その間それぞれが相手を論爆する数冊の著作を表したりして、激しい論争を展開しています。でその論争の展開には、実はその論争の背景には実は、仏教の歴史が関わっているのですね。振り返っておきますと、皆さんすでにご存じのように、インドで大乗仏教は次第に硬直化していったブハ仏教に対する批判として生まれました。従来の仏教が出家修行者だけが悟りに達することができるといったのに対して、大乗仏教では在家者でも誰でも悟りを開くことができるとおとき、しかも自分だけの悟りを求めるのではなく、
一切諸情を救済しようという利他の精神こそが根本であると説きました。でこのような利他の精神を根本に大乗の修行を行うものが菩薩ですね。で彼らは自らの立場を大乗、大きな乗り物と称し、それまでの仏教を小乗、小さな乗り物と呼び、また大乗の修行者の菩薩に対して小乗の修行者を小門、円覚と呼んで蔑視したのですね。天台宗が最高の教えとして尊重する法華経は、そうした状況の中にあって大乗の立場に立ちつつも大乗と小乗の対立を憂い、大乗が小乗を排除する限りは真の大乗とは言えないと考えて、両者を使用する立場を提起しようとしました。でそれが三乗、正門乗、円覚乗、菩薩乗は仏が主乗の能力に合わせて仮に説いた教え、方便であって、最終的には真理は一つである、すなわち一乗である。別々に説かれた三つの教え、三乗も結局は一つの真理、仏が説く一つの真理、一乗に帰結するということです。でこれをまあその三乗方便、一乗真実とか三言一実と言います。言は仮という意味ですね。三つの仮の教えと一つの真実の教えです。で中国の天台ではこの方向に従って、それを説く法華経の総合性、究極性を重視しますが、後の唐の時代に玄奘がインドの有識思想を伝え、弟子の木が発想集を確立しますと、これに異説を唱えるようになります。すなわち発想集は天台宗が説くような、誰にでも悟りを開き仏となることができる素質、仏性があるという立場、質仏性を批判し、諸乗には5種類の能力の違いが先天的にあると説きます。でこれを五章格別と言いますが、それは、レジュメの特筆との論争のところの骨葬集のところに書いておきましたが、五章格別は、人にはですね、正門上昇、正門になると決まっている人、円覚上昇、円覚になると決まっている人、菩薩上昇、菩薩になると決まっている人、不上昇、いずれとも定まっていない人、無修正、いずれにもなれないと定まっている人の区別があるというのです。この立場からすると三乗方便一乗真実というのは間違っており、全ての人が仏になれるとする一乗は単に修行者を励ますためだけの方便であって、三乗の区別があることこそ真実ということになります。これを一乗方便、三乗真実と言います。まあ、一見するとですね、この法相宗の立場は随分非常にも見えますけれども、まあ実際を見れば悟れる人も悟れない人もいるわけで、またその悟りの立場もいろいろあって叱るべきでして、ですから言ってみれば天台宗の立場が